どうもアダムの店長の渡るです。本日はですね、みんなも大好きな缶 MV をまた撮ってみたいと思います。ですね、副店長の福ちゃんがやっているプピリットパロでちょっと今回はやってみようかなと思ってて、で実は今日はですね、ちょっとプロの MV 監督もアダムにお招きしまして、東茂樹監督と一緒にちょっとプピリットパロの缶 MV 撮ってみましょう。東京アンダーグラウンド、はい、これはどういう感じの曲なんですか？そうですね、これはもう僕が当時付き合ってた彼女さんに浮気されちゃった時の、はい、それに黄昏れてる歌ですね。しっかりこう受け入れて、それでも頑張っていこうっていうような、そういう、ね、勇気づけられたかなという、そんな浮気されたり、人浮気されて勇気づけられたの？浮気されて、ちょっとね、苦しんで悩んでる人たちにこうエールを送れるような、そんな浮気をされた君が、はい、浮気されてるけどエールを送ろうみたいな。そうです、超いい人じゃないですか。そうだったのかな、知らんかった。浮気されてた、でもできるだけかっこよくないですね。まあ、今までは結構プピリットパロかっこよかったからね、うん、まあ、それは確かに缶 MV ではあるんですけど、うん、まあ、ちょっとそこの世界観は今までのプピリットパロの世界観をちょっと崩したくないんで、うん、そこはちょっと今回は監督も東ちゃんと、うん、プロを呼んでるんで、戦争シーンとかはかっこよくバシッと決められると思うんで、まあ、ただそれをまあやるにあたって、撮るにあたって、そのアダムを一周しないといけないっていう、そのあるじゃないですか、はい、ね、このルールっていうか伝統が、うん、それをこうどう解決するかというか、うん、まあ、それがちょっと今回肝にはなるかなとは思ってて、そうかな、うん、かっこよく回りたいですね、かっこよく回れたらいいですね、うん、そうですね、うん、かっこよく演奏が取れてるから、うん、そのままかっこよく走って回りたい、うん、頑張ってやってみましょう。お願いします、うん、さらば昨日の恋人よ、何度目の約束、 Let it be 東京アンダーグラウンド。